はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリビジです。では今回は新ギレンデ野望ベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。今回のベリーハードチャレンジはティアンム提督のシナリオを使っています。ここに木星に行かなかったという体にしてシロッコを歴史介入させています。同じく木星に行かなかった体つながりとしてですね、樹道とルール化を歴史介入させています。オーバーエイジのモビルスーツやモビルアーマーといったユニットの歴史介入はなしで進めています。前回はソロモン攻略戦の後レベル将軍がソーラレーの餌食になって戦死してしまったので、ティアンム提督が総司令官に就任したというところまでプレイの方を続けてきました。なので今回からですね、総司令官モードでアバワクード攻防戦始めていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。技術レベルの開発に関してはですね、おおむね15、16あたりまで進めてきています。地上での戦いの様子なんですけども、ジオン軍に地上で重要拠点はもうないところまで追い込んでいますので、この後はですね、地上でジオン軍のモビルスーツ隊を撃破したら全ユニットを宇宙に上げて総力戦でアーバーワーク、グラナダ、サイド3と攻略を進めていきたいと思っています。ジャブロー本部、ジオンの新兵器ソーラレインに関する報告書が届きました。報告上がっています。ソーラレイ再発射可能ということなので、設置された際には場所に十分注意したいと思います。ソーラレイはジオン本土周辺の中域に存在するようです。作戦行動時にはくれぐれも注意してください。開発部より。さて開発状況ですが、 G3 ガンダム、マグネットコーティングされたガンダムですね、これ開発完了しましたので、早速ソロモンに移してソロモンから出撃させていきたいと思います。生産についてですが、数が今欲しい状態なので、エース用にはガンダム系を生産するんですけども、それ以外に関してはですね、ジムコマンド、宇宙戦士を、そして敵の戦艦用にジムキャノンですね、これを数用意して量産しています。まあ、確かにモビルスーツ相手にジムキャノン、もうここまで来るとあまり効果はないんですけども、敵の戦艦とか相手にはですね、まだジムキャノンある程度のね、火力発揮できるので、数が欲しい今はとにかくジムキャノンと、あとはジム宇宙戦士を、この量産を行っていきます。では前線見ていきましょう。なんとかね、一度でもいいので、バーワークーンの中に入り込みたいところなので、少し無理押ししてでも中に入っていきましょうか。さあソーラレイですが、ここに配置されてますね。まだまだソーラレイの脅威を感じるフェーズではないと思いますけども、この先アーバワクグラナダを攻略してサイド3本国、ここに進行するときにはね、このソーラレイの位置というものにはちゃんと気を配っていきたいと思います。ここはガンダムアムロですね、バーニーとの対決になります。このアーバワク攻略戦に関してはですね、単純に物量戦で押し切ろうとしても、ジョングのモビルスーツ強くてパイロットも強くてなかなか押し切れないので、押すところと引くところ、バランスを取りながらですね、適度に敵を引きつけて格好撃破していくっていうね、ちょっとそういう戦い方をしていこうかなと思ってます。ヘビーガンダム開発完了してます。ヘビーガンダムは確か格闘も持っていたと思うので、生産上限ギリギリまで開発はしていきたいと思います。さてそうすると今度はアレックスの開発ができるようになりましたね。アレックスはすぐにでも開発始めたいかな。ではアレックスの開発やります。これ倍額投資してちょっとでも早く手に入れちゃいましょう。ではソロモン、ルナ2、あとジャブローなんかでも生産してますので、生産してソロモンに届いた部隊に関しては前線に常に送っていきましょう。モビルスーツの数を途切れさせないというところですね。ここはアムロです。アムロがギャン、ビッグドームの混合部隊に挑むというシチュエーションですね。
まあ、ちょっとアムロを支援する機体っていう意味で言うと、まあ、ガンキャノンであり、ジムでありっていうところをね、もう少しつけてあげればよかったかなっていうところはありますね。で、アムロはこの後さらなる高性能機としてですね、まあ、マグネットコーティングされた G3 ガンダム、あるいはヘビーガンダム、もっと言うとアレックスなんかにね、乗ってもらって無双してもらいたいと思います。樹道はドーム4ユニットを道連れに、ここで撃墜されてしまいましたね。まあ、ジムライトアーマーはね、ちょっと装甲が薄いというのがあるので、まあしょうがないというところもあったかなとは思います。樹道はこの後ガンダム系、ユニットに乗り換えてもらいましょう。シロッコもどっかで格闘が入るヘビーガンダムあたりにね、乗り換えてもらいたいかなと思います。今シロッコはフルアーマーガンダム乗ってもらってます。では、バー枠ですね。侵入経路開けましたので、ここから部隊まずは送り込んで、周囲に展開している敵のモビルスーツ隊ですね、これが邪魔で一斉侵入できない状態というのを打破していきましょう。戦略メニューから特別作戦アーバーワクー攻略戦開始です。ついにこの日が来たか。星一号作戦を開始する。ジオン本土最終防衛ライン、宇宙要塞アーバーワクーと月面都市グラナダで構成されるこの空域はジオンにとって最後の砦である。ソロモンを攻略した連邦軍はついにジオン本土への侵攻作戦を発動する。一方、連邦軍の第一目標ア・バウアクーには総反撃を狙うジオン軍が集結する。ジオン本土を目指す連邦軍の戦いは最大の山場を迎えようとしていた。では部隊ですね、送り込んでいきましょう。アムロもちょっと危ないので、まあ、侵入してすぐに引き上げましょう。とにかく今は侵入経路を大きく広げたいというのが一番の狙いなので、ちょっとね、その狙い通りの動きというものをまずはしていきたいと思います。さあ、ヤザンのプロトタイプガンダム前線に戻ってきました。パイロットがいないとはいえ、シャア専用ギャンなんかが出てますね。これをなんとかここで壊滅させておきたいところですよね。アクトザク生き残しかな、まあ、御の字だと思います。あとはここの戦場で強敵になっているのがガトーですね。ガトーはまだ健在なので、どっかでね、ガトーも仕留めておきたいかなとは思います。ゼーゴックの前がガラキになってる。撃たれる、撃たれた、撃たれたよ。ただでさえモビルスーツの数今ちょっとでも欲しいですって言ってるところで、ゼーゴックにやられましたね。まあ、ここでゼーゴック潰しておきましょう。確実にユニット数今ねだいぶ失ってしまいましたけども、もう嘆いていてもしょうがないので。では侵入したとはいえですね、この数ではちょっと話にならないので、できれば上の拠点ですね、あの拠点を確保できるようであれば確保する動きをしながら、一旦撤退をしていきたいと思います。ここを確保できれば次に入ってくるユニットがね、ここを拠点に戦えるかなと思いますので、ちょっと確保も難しそうですね。撤退しましょう。無理をしない。先ほどね、すでにゼーゴックのマップ攻撃を受けて、ユニットをだいぶ消耗してしまったので、これ以上の消耗は避けましょう。
ただこの後次のターンですね、キシリアが入ってくると思いますので、そのキシリアもね、できるだけ早く撃破しなければいけないというのがありますので、キシリアの侵入する場所とその戦力には注意を払っておきましょう。アレックスは開発完了ですね。この辺りお金を使うために徴収したのか、ここに来てだいぶ痛手になってますね。憎きゼーゴックはここで撃破しました。これでアーバーワークーの中にはね、すんなり入れるようになったと思います。敵の方はサイド3本国グラナダから続々と援軍はね出してくると思いますので、こちらも負けずにね援軍は出していきたいと思います。ではアーバーワークー本格的な攻防戦、ここから始めていきます。まずはユニット数の多さを生かしてですね、ある程度の力押しというものはしていきたいと思います。さて侵入しました。まず敵の状態確認しておくとですね、ここにエルメスなんかがいたりするんですけども、パイロットが乗ってなかったりしますね。なので、脅威ではあるものの、パイロットが乗ってないうちに強力なユニットは撃沈していきたいと思います。主な侵入経路は右側の3ルートから侵入してあります。これで押していきます。どこまでこの序盤数の有利を生かして、進んでいけるかっていうね、ところにもなりますので、前半できるだけねサクッと進んでいきたいですよね。多少攻撃ダメージ効率が悪くなったとしても、集中攻撃を基本とします。打ち漏らしで回復されるのが一番嫌なので、過剰攻撃になったとしてもですね、集中攻撃を基本的な戦術としていきたいと思います。ここはヤザンですね。ビッグドム、アポリーが乗ってます。これを撃墜です。いい子だ、生きていたらまた会おうぜ。ビグザムがここにいますね。このビグザムなんとか連れ出したいな。ここにビグザムが居座られてるとね、とても具合が悪いですよね。報告します。グラナダ方面からキシリアの部隊ですね。このキシリアの部隊を早々に撃破しないと、バンワクーの攻略戦完了後に和平エンドになってしまうので、このグラナダ方面からやってきたグワジンに乗っているキシリア、これは即撃破する必要があります。速攻撃破しましょう。場所はここですね。ではちょっと戻って返り討ちにしていきましょう。ちょっと心配な点はありますので、そうだな、フルアーマーガンダムジムカスタム、この辺りも出しておきましょう。あとアムローとホワイトベース隊も一応キシリア討伐隊の方に振り向けておきます。念には念をというところですね。さあキシリアですが、ここにいますね。このキシリア最初に撃破したいので、ちょっと無理してでも部隊進めてこのキシリア撃破しましょうか。ヤザンとアムロのこのガンダムスタックは心強いな。ジョニーライデン来るとここにぶつけましょうか。ここはエルメスですが、パイロットなしですね。これを撃破しました。ミグザムもねうまくエネルギー切れに陥れることができましたので、このままここで囲んでおきましょう。まずはやっぱりねグワジン、これを撃破するのを最優先します。これでキシリア撃破です。ただ戦い自体は結構劣勢になってまして、部隊数がちょっと足りてないなっていうところですね。なのでちょっと引いて敵を引きつけるか、無理押しするかっていうのはちょっと考えたいと思います。
ライラは G3 ガンダムに乗ってもらってます。でまだ柔道にアレックスが渡っていない状態なので、できればねアレックス早く投入したいなという思いはあります。まだソロモンに到着していないというところですね。アムロがまたバルバロに挑んでいます。ヤザンとアムロですね。まあ、ここが今唯一ジオン軍に対抗できる戦力にはなってますので、まあ、うまく回復しながら常に前線で戦えるようなね、そういう位置取りエネルギー状況っていうのを保っていけたらいいかなと思っています。まずはグラナダからの援軍部隊ですね。これをアムロとヤザンで一掃していきましょう。ライラがねまだちょっと G3 ガンダムうまくね乗りこなせているかというとちょっとクエスチョンな状態ですね。シュロッコはどっかでヘビーガンダムに乗り換えてもらいましょう。今フルアーマーガンダムですね。シーマ様がここにいます。ここももう撃破して終わらせたいかな。ここはアムロとヤザン VS シーマ様というところですね。シーマはもう専用ゲルググマリーネに乗ってますね。まあ、ヤザンとアムロの格闘が入って前衛を倒せるかなというところかな。さあユニットの数でほぼ互角まで追いつかれてきてしまいましたね。ガトーか、ここでガトーか、ちょっと生き残れる気がしないな、このガトー戦。ワッキンが撃破されるよね。されるよね。このガトーにはアムロとヤザン、ライラの G3 ガンダムぶつけますか。まあ、シーマ様もいるのでね、ちょっとこの南側が激戦になりそうな感じがします。ビグザムをちょっと取り逃してしまって回復されてしまいましたね。とんでもない失態だけど、まあしょうがないな、もうこうなってしまうと。せめてガトーを先に打ち取りましょう。ん?コリニーがマゼランごと撃破されたか。ちょっと数でも不利になってきて、雲行きがだいぶ怪しくなってきましたね。なんとかヤザンとアムロで巻き返しを図りたいところではあります。あとはこの後またねユニット入っていきますので、ユニット追加して戦っていきましょう。さあアレックスがようやく到着してます。ソロモンにここには柔道を乗せていきます。これで巻き返しを図りましょう。ここでアムロとガトーですね。なんとかここでガトーを仕留めておきたいな。アムロヤザンのタックですね。それにジム宇宙戦士を、それにジムスナイパーで固めてあります。アムロがガトーを撃破しました。これでまずはね強い強いガトーを退けることができたので、まあ劣勢ではありますけどね、一ついいニュースだったかなと思います。いや本当に痛いのがビグザムを取り逃したことかな。あのビグザム取り逃しはちょっと失態でしたね。スレッガーのブルーディスティ3号機が撃墜されています。ここはライラがビグロに攻撃を仕掛けます。ケリー・レズナーが乗ってるビグロですね。なかなか手強い相手だと思います。 G3 ガンダムでできればねユニット撃破されることなく決めてしまいたかったんですが、1ユニット撃破されてますね。ただビグロは G3 ガンダムで撃破してます。この後はアレックスヘビーガンダムも入ってくるので、まあ、そこにですね今頑張ってるヤザン、アムロ、ライラ、この辺りがねうまく
機能してくれればまだまだ押し返せるかなというふうには思います。で今戦ったシロッコなんですけども、先ほどからお伝えしている通りシロッコはこの後ヘビーガンダムにできればね乗り換えてもらいたいですね。ここはヘビーガンダム4スタックです。この4スタックでどれくらい火力出るかですよね。敵はリクドムツバイギャンマリーネゲルグズマリーネなんかが出ていますね。これにヘビーガンダムがどれくらい通用するか。ギャンマリーネに格闘戦挑むのはちょっと出が悪そうだな。だいぶダメージ受けてますね。ここにドロスが入ってます。でビグザムも中に入ってる感じですね。まあちょっとここのターンでねこのドロスを沈めるというのは難しいかもしれないんですが、ちょっとそれにチャレンジはねちょっとしてみたいなというふうには思っています。撃沈できればもう大恩の字っていうねそういうところですね。さあドロス残るか。ただドロス次で沈められるかもしれないですね。ビグザムは外に出てきちゃってんだ。さあヤザンですね。先ほどヘビーガンダムが倒しきれなかったギャンマリーネなんかを勝ってもらいましょう。ガンダムヤザンであればねギャンマリーネ相手でも十分に格闘戦で戦えるかなと思います。アムロは射撃の回数もやっぱり多いですね。とどめはヤザンでケンプファーを撃破です。まあそれでもやっぱり強いな。それが現状の戦いっぷりにちょっと出てるかなっていうところですね。アムロがやられた。アムロがやられたか。これは痛いな。まあ、アムロにはもう一度ガンダム当てがって乗ってもらいましょうか。まあ、戦列に復帰するまでに多少時間がかかるっていうのが一番のデメリットですね。まあ、代わりに樹道が入ってきてくれると思いますので、そこでうまくカバーをしていきたいと思います。ここはチベの撃沈を狙います。撃沈できましたね。腹の中にモビルスーツ積んだ状態で撃沈できれば、中に入っているモビルスーツ、モビルアーマーにダメージを与えることができるので、こういう時に効率よくね、削っていきたいですよね。ここでドロスも撃沈してます。この調子でまずは敵の艦船中心に撃破していきましょうか。で艦船を撃破したら中に入っていたモビルスーツダメージを負ってるので一斉攻撃を仕掛けるっていうね形を取ってみようかなと思います。さあシロッコはアデルと乗り換えてヘビーガンダムに乗ってもらいます。これでね少しシロッコの火力も出てこようかという期待ですね。ここはチベの撃沈を狙います。撃沈まではできなかったかな。6ユニット腹入ってましたけどね。ここは先ほどドロスの中に入ってた敵ユニットですね。なので半分ダメージを受けている状態です。こういうところで仕留めたいですよね。半分ダメージを負ってくれてるっていうのはむちゃくちゃ大きいですからね。こういうところで敵効率よく倒していきたいところですが、逆に返り討ち。アムロが離脱しましたが、シロッコがヘビーガンダムに乗って格闘を当てられるようになったので、まあ、火力が増してくれてるという期待はあります。でこのターンではちょっと入ってこれなかったんですけども、次のターンでは
アレックスに乗ったジュドーが参戦してくれるので、まあ、そこでまたね、敵にダメージを与えていく、ソースになってくれればいいかなと思います。早いよ。こういう時慌てた方が負けなのよね。新松永が専用ゲルグル乗ってましたね今ね。私のようなちゃんとした女がいるんだから邪魔はさせないよ。ここはロッキー腹の中に積んだ状態のチデを撃破しました。この戦い方が一番効率良さそうだな。そうするとまとめてね、敵のモビルスーツ潰すことができそうです。今もね4機搭載したチデ撃沈しました。これをちょっとこなしていきましょう。さあギレンに直接攻撃ができる、もうその直前までやってきましたね。ここは一気にギレンを仕留めに行きましょう。ヤザンで攻撃を仕掛けます。まあ一回では倒せないかもしれないですが、ここはちょっと無理してでもですね攻撃をしていきたいと思います。私には君が必要だ。ギレン創生を撃破すればだいぶね敵の士気落ちると思いますので、ここでギレン総帥の撃破を狙っていきましょう。私は君という人間が好きだ。頼むぞヤザン。ギレンに直接攻撃を仕掛けます。まあ、ここにアムロも加わっていてくれればね、かなりの角度で、このギレン総帥撃破できたんじゃないかなと思うんですけど、今回どうだろう。半分はちょっと削れないかなってところですか。いや意外といくな。いやいける。うー1ミリ残しだ。1ミリ残しきたー。これアムロいたら倒せてましたね。残念ですね。もたもたしてたらですねビフサムがサイド3方面から侵入してきてしまいました。これできればビグザムと戦いたくないですよね。さあこれでギレン総帥撃破できると思います。まあ、最後はやっぱりヤザンでしたね。頼りになるのはヤザンでした。で中から出てきた耐久が半分に減ったモービルスーツ隊はこの後すぐに撃破して回ります。ビグザムの動きがやっぱりちょっと早いな。まあ最悪の場合に備えて、そうだな、ディアムは退避させておきましょうか。皆さんは大丈夫か。ダメだよな。これだけの数のギャンマリーネに囲まれるとヤザンといえども撃破されちゃいますよね。ここに来てまた雲行きが怪しくなってきてますね。まあ、ギレン総帥倒したことによってどれくらい効果があるかっていうのはまだ見えてきていないですけど、まあ、ビグザムが出てきてるし味方はちょっと数が減ってヤザンも消えたしっていうところですね。今期待できるキャラはそうだな、もう白っ子ぐらいしかいない状態ですね。戦場にここは白っ子ですね。新松永に挑みます。ビグロもいますけどビグロエネルギー切れになっていたようなのでビグロよりかは新松永の方ですね。これをなんとか撃破して、排除しておきたいですよね。よし撃破。ついに敵の中央基地中心部がさらけ出されました。さあビグザムが寄ってきてますので、なんとか決着つけたいところですけどね。大事に行くか一気に行くかちょっと悩ましいところですが、まずここにいる4ユニットは撃破しちゃいましょう。でここにいるチベだね。このチベはちょっと時間をかけましょうか。
まあ、シロッコはヘビーガンダムに乗り換えて本当に正解でしたね。ドラッツェとリクドームツバイ、これの撃破できると思います。まあ、ただこの後のグラナダの攻略戦とかがちょっと頭悩ませてくれるかな。敗北という事実を認識してください。とにかく敵が強い。さあビグザムがついに寄ってきてしまいましたね。なんとかこのビグザム寄られる前に決着つけたかったところだったんですけど、詰め寄られてしまいました。味方のモビルスーツの数はもう本当にボロボロ、もう本当の消耗戦とはこのことですね。では柔道が入ってきてくれます。 NT1 アレックスですね。柔道にちょっとかけましょうか。よし、敵の基地中心部ようやくにも取れますね。取っちゃいましょう。ちなみにですね、まあ、今回動画の長さとしては、まあ、いつも通りだと思うんですけども、収録に関してはですね、今もう3時間半4時間近く経とうかというところになってます。かなり疲れましたけどね。それだけこのアーバーワクーの攻防戦が激戦だというのが分かっていただけるんじゃないかなと思いますけどね。そしたらここにいる、どうだろう、ビグザム無理する必要はないので、うまくエネルギー切れ狙っていきましょうか。本当に激戦になりましたね。ではビグザムですね、エネルギー切れに追い込むことできそうですので、アレックスも出して一気にこのビグザムの撃破というところに向かっていきましょう。ここです、ビグザム撃破できるかどうか。まあ、格闘とあとですねヘビーガンダムの実弾兵装、これぐらいどれくらいね入ってくれるかっていうところだと思うんですけど、次のターンでは撃破できそうですね、ビグザムも。まあ、シロッコも本当にヘビーガンダムに乗り換えてくれてから活躍の場がねだいぶ広がったと思います。俗人ごときに負けるわけがあるまい。頭と体を使えば勝てる。とどめは柔道でビグザム倒しましょう。ビグザム撃沈です。これでアーバーワークの制圧完了になります。いやー長かったな。敵部隊の反応はありません。我が軍の勝利です。この後グラナダサイド3本国とありますけど、ちょっと気が重いですね。本部防衛ラインの一角アーバーワークは連邦軍の手に落ちた。激戦の末最終防衛ラインを突破した連邦軍の前にジオンの本国サイド3がその無防備な姿を現す。地球連邦に対し独立戦争を仕掛けたジオン公国、その最後の日は間近に迫っていた。ティアンムテトル、アーバーワークー内を捜索しましたが、ギレンザビを見つけることはできませんでした。敗北を察し脱出したようだな。この戦いの決着はサイド3でつけるぞ。宇宙要塞アーバーワークーの制圧により月面基地グラナダへの進行が可能になります。ジオン本土を完全に孤立化させるためグラナダ攻略作戦を提案します。はい、というわけでアーバーワークード制圧完了になりました。それと同時にグラナダの攻略作戦
提案きましたので、次回はですね、そのグラナダ攻略を行っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。